牛久大仏は、日本の茨城県牛久市にあるブロンズ製、大仏立像で、全高120メートルあり、立像の高さは、世界で6番目。ブロンズ立像としては、世界最大。浄土新宗東本願寺派、本山東本願寺によって作られた。小動物公園や、花畑などがある、浄土庭園内にあり、公園墓地、牛久清志園との複合施設となっている。 総面積は37万平方メートルに及ぶ。牛久大仏建設の事業構想は1983年に関係者によって着手された。1986年に着工、1992年12月に完成した。事業主体は、浄土新州東本願寺派本山島本願寺。浄土新州東本願寺派の霊園である。 ウシクキヨシ園のエリア内に作られた。その姿は、同派の本尊である、阿弥陀如来像の形状を拡大したものである。全高120メートルを誇り、奈良の大仏が手のひらに乗り、アメリカ合衆国ニューヨーク州にある、自由の女神像の実質的な造行の3倍近くの大きさである。地上高世界最大のブロンズ製、人型建造物であり、ギネス世界記録には、 世界一の大きさのブロンズ生物像として登録されている。地上高最大の人型建造物は、インドのグジャラート州、ナルマダー県にある、建国の父の一人とされる指導的政治家、バッラブバーイ・パテールをかたどった、全高240メートルの統一の像なお、近代以前に造営されたものでは、塔の魔外物である、落山大仏の造高59.98メートルが、 世界最大である。また、大型の人型建造物を含む長さの比較資料としては、1位、e、1メートル、1位、e、2メートルが詳しい。思考は、川田工業による。建築にあたっては主に高層ビルで用いられる、カーテンウォール工法が採用された。まず中央に、大仏全体の重量を支える役割を果たす、鉄骨の主加工を組み上げる。次に、 主観の役割を果たす。この鉄骨の周囲に枝を生やすように、あらかじめ地上で作っておいたブロックを組み合わせていく。高さ100メートルの仏像本体は20段の輪切り状に分割して設計されており、さらにそれぞれの輪切りが平均17個のブロックに分割されている。加えて、各ブロックは平均点五メートル四方の制動性の板金を九枚。 程度並べて溶接し、下地となる鉄骨と組み合わせることで作成された。この下地鉄骨が複雑な形状を取りながら主加工と聖銅板との間をつなぎ、樹木でいうところの枝に相当する役割を果たしている。仏像表面の青銅板は葉のように浮いているだけであり、巨大な質量を支える必要がないため、6ミリメートル程度の厚みしかない。 これは、銅板で全体の重量を支えるならの大仏などとの大きな違いである。特に形状が複雑な両手部分についても、別に地上で組み上げ、巨大クレーンを用いて吊り上げられた。像の表面には、これを覆うための6000枚以上の青銅板が用いられている。そのため、像の表面を注意深く見れば正方形のタイル状の継ぎ目を確かめることができる。 これらブロックの継ぎ目部分には隙間があり、台風や地震、気象変化による板金の伸び縮みに対して構造上の余裕を持たせる役目を果たしている。大仏の胸部にあたる地上85メートルまではエレベーターで登ることが可能で周囲の景色を展望することができる。ただし像自体の美観の問題から広々とした展望台は設けられておらず胸部からの景色は スリット状に設けられた小窓から見ることになる。内部には、パネル展示等があり、歴史や、仏教の世界について学ぶことができる。牛久駅東口牛久大仏は、小説、獣がれ、俺らのサルト、の映画版と、小説、下妻物語の映画版に登場している。獣がれ、俺らのサルト、の劇中では、主要登場人物の一人、田島の父親が作ったが、 趣味の悪い着色が施されているとの設定になっている。主人公である脚本家、スケシはそれに対して批判的に意見する。竹井十家のライトノベル、褒められて、新軍、第2巻に茨城エルフの聖域に、有志以前より鎮座する全高120メートルの、心臓として、牛久女神像が登場している。ここで言う台座の高さは、レンゲ座を含む、 奈良の大仏のように座像の場合、本体とレンゲ座の数値を合わせたものを、造工としている例が多い。制度版は、台湾の仏像専門会社によって鋳造された。1989年10月2日放送の、フジテレビ、なるほど。ザ、秋の祭典スペシャルで、岡田雅美が鋳造を手掛けた工場を訪問している。2作は、プロデューサー。 小倉悟が担当という共通点がある。AB、知れば知るほど面白い。日本地図百五十の秘密日本地理研究会、彩り図社。二千十四年十二月二十二日。八十四ページ。i s b n 九百七十八から四から8 0 1 3 0 0三八五。長田義尾編著。超高層大仏を作る鹿島出版会。九百九十四年。 ありがとうございます。